どうも皆さん、こんにちは。ハンター歴30年の、様です。よろしくお願いします。祭祀囚人傭兵、墓守です。うわ、やっべ、あいつ祭祀使ってるぞ。ちょっと様子見ましょう。早速2系行って、そこ、ここのワープ強いんだよな。強えわ、こいつ。もう真っ先に工場行った方がいいね。祭祀とかさ、技師とかも工場行こう。うん。いやいや、ちょそれサバイバー側に有利な発言したいゲームは俺、ハンター歴30年で中立でありながらハンター寄りを応援すると。これ傭兵、ゲーシャがよくあるパターンとしては、傭兵を一発入れるかダウンするまで、あの瞬間移動のクールダウンが終わり次第、多分次の暗号機一番ブルってるやつに行くんで、これ傭兵諦めるかな。結構傭兵ダウン、あるいはオフェンスを釣るか、ビジャーで使って逃げる。おお、な、危ねえ、うまい、うまい、うまい、オッケーオッケーオッケー。もうこれ諦めるでしょ。うわ、祭祀の動き見て見て、触るのやめた。もう瞬間移動するって分かってるから。うわ、いいね。あー、これ早く感電しようよ。感電しよう、感電しよう。あ、おお、ま、感電しよう、感電しよう。感電しない。あ、ここで、祭祀の動き見てみましょう。これ傭兵にロングワープ渡して回復しに、これさ、これハンター振りすぎる。攻撃した意味がなし。さあ、感電どん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 感電していく。ここでね、回る限り感電する。しかし場所を変えたとな。祭祀戻りましたか。多分ゴーチェイス使われるから祭祀向こうに行きましたね。あれ、この下車普通に走った気がするな。さあ、普通あそこでなんとワープを使っていく、そして戻っていく。ロングワープも壊す。ここにまたワープがあるからね、この中に。どうする、これも壊す。さらに時間かかるぞ。あ、壊さない。わ、これ時間取られるわ、これはやばい。で、あいつあそこであのワープで上がるでしょ、多分。飛べる飛べる。おお、すごいすごいすごい。あー、ちょっと充電。おお、あ、うわ、やば、強すぎるわ、このワープさん、マジで強さ。あ、ハンター無理やー。やばすぎる、これめちゃくちゃ時間かかってるよ。おっと、降りた。これちょっと待ってよ、まあ、このルートは斬新やね。どうする、どうする、刹那、刹那止めれる。うわ、遅延飛び、うまいね、今の遅延飛び、うまいね。わあ、これもっと回れたんちゃうか。でも回れたらきついよな、これ。サバイバー側がさ、ちょっと、うん、ちょっと今の芸者の動きって、これもう経験則じゃない、これ。下に降りて逆側が回る。わあ、すごいな、これこの判断うまいっすね。あれは誰、ああ、もう分かってるね、ハンターも。でも傭兵がここ解読してるって最初分かってるから、ちょっと瞬間移動もったいないんじゃないかな。即殺できないからさ、ね、これあまり意味ないな。頑張ってさ、60秒ぐらいかかってせっかく捕まえた人をそのまま、まあでもね、そうしないとこれね、場面をさ巻き返せないよね。もうちょっとかけてるね、これダウンさせたところでさ、釣るわけにはいかんでしょ。聞いちゃってちょっともったいなかったね。どうせなら食らってから行ってほしいね。まあいいね、うん。サバイバーは、サバイバー側はまあこんな感じで。お、傭兵これで避け切れたらすごいぞ、これで。え、ハンターフリアー、これ刹那で見つかったね、刹那で。まあ近づりだったら旦那様っていう、あの祭祀来るんちゃう。まあ近づりですね。まあ傭兵近づり、別にまあ特に問題はないんじゃないかな。あっちはロングワープを出してどうすんだ。あ、解読しに行く、救助は行かないようですね。これもしかして墓守、あ、そうやね、墓守が救助行くべきですね。そうだよね、うん。さあ、解読見ていきましょう。これちょっと監視者じゃない、これ誰、囚人のおかげでここはね、ちゃーんと暗号機管理できてるね。あともう一つ、あともう一台遺産暗号機があるはず。さあ、ここで2人で調節しながらやっていくんちゃうか。これ強すぎだろ、これ。ほら、しっかり調節して向こうの暗号機が先に上がるようにしてんねん、これ途中から見て。これそうなるはず、そうなるはず。あー、バチッとバチッと、ほらほら途中から変わったでしょ。わざとバチらして向こうの暗号機上がるようにしたんよ。こいつらやばくない、さ、ハンター振りすぎるよ。分かった、今わざとバチらして、まあ運やけどな、運やけどな、うん。はい、墓守が救助行く。
まあ、これ移動速度アップついてるからね。あ、もうそのまま下に潜ったんだね。これ降りちゃダメだよ。これ降りちゃダメだよ。そうそうそう、ずっと、もう暗号機寸止め完了してるから。わ、もう妻子待機してるわ。わ、これはきつい。これハンター振りすぎる。これさ、墓守救助も全然ありだね。そのまま下行けるね。わあ。これ傭兵追わなあかんね。しかもさ、ロングウェーブがある、ロングウェーブ。これ傭兵くぐったらきついっぺ。しかしくぐらない。あ、それくぐる。ちょっとチェイスしたいですみたいな。ちょっとチェイスしたいです。先生まだチェイスしたいです。これハンターフリース、お、うまい。オッケー、恐怖の一撃ナイス。これ釣る。まあもう飛ぶもんね。さあみんな出ていきますが、妻子だけ残ってる。何してんのこいつ、キモ。わわわ、あ、何やあいつ最後。この試合さ、マジで妻子のさ、このなんかオイルみたいなさ、他人をサポートしながらやっていくこの力がすごい。ハンターフリアー、あ、みなーさんこんにちは、カーミュラです。サワンナ雑種サバイバ歴3000万年のんドゥル、んんん、あー当たる。あ、あ、よかった、危ねえ。今当たったらサバイバーフリアで、サバイバー歴3000万年のんっとるんっとる様です。よろしくお願いします。あ、あ、今のステイン隠し、何それ、今のサバイバーフリだよ。まあ、ちょっとフェイント引っかかったな。これ来る、呪いは使わん方がいいかな。どの道逃げ切れないし、 OK ですね。サバンナ雑種、チームメイトかな、あれ。サバンナ雑種と何これ、フレルナ、何何、うん。さあ板壊していくでしょう。これ板壊すのにさ5分ぐらいかかってほしいよね。ちょっとずるいわ、こんなすぐペローンってね終わっちゃうっていう。さあ守っていく、真ん中ちょっと干渉される。これあの金玉潰すんじゃない。何、板もう全部倒してんやけど、何やこいつら、すげえ。何これ何これ何これ、最初おったらさよく倒せんやけどね。でワープがさ一方通行みたいなビューンっていっちゃうんだ。はい、これここでどうすんだ、守り。ここ塞がれるからね、注意ね、みんな。だから裏から回った方がいいかな。うんうん、ここ狭いからね。あと窓またいできたらもう恐怖死ぬからな。さあこの通路ちょっとフック必中でしょ、避けようがないよね。それずるい。あ、なんだ、椅子に座る。はあ、マジでさ、なんや今の、椅子に座れると思いきやそこにな、あ、フック当たらなかった、救助しようって。サバイバフルやー、うわ、さらに、うーわ、このハンター抜かりねえ、やばくないこれ。こあそこからここまで釣ってくるハンターなかなかいないぜ。わあ、これさらに潰して金玉、2つ金玉潰された。あいつはもう金玉ない、もうねえ、どう救助さ、頑張って。What is this? What happened now? え、なに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 、ちょっとサバイバーフリーすぎんやけど。わ、釣ってゆく。そうやね、炭鉱者が生き残ってるから、これ持ったままね、風船攻撃とかそんな狙っちゃいけんよ、うん、あ、ビューン。これ細かすぎんだろこいつ、自分をあえて向こうに押させたんよ、細かすぎるやろ。ちょっともう一回食らったら危ないよ。炭鉱者注意ね。炭鉱者注意ね。鹿は多分クールダウン待ちで。あ、オッケーオッケーオッケー、椅子に座る。ナイス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 救助ナイス救助。オッケー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 。よし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 。救助できるこれ。What is this? It's a pen now! Survive Furia! Is this a pen? No! It's Survive Furia!この試合、恐怖、救助恐怖 3K 出てんだけど、やばないか。わ、もう守らないね、こいつ。もう強気の強気。待って待って、残り5台なんだけど。これ暗号機解読とかさ、自動でね、進んでほしいわ。あまりにも振りすぎる。わ、距離詰めていく。これはもう必中だ、必中。わぁ、バチったけど、あんまり意味ないよな、これ。このスタンもさ、ちょっと5分ぐらいにしてほしいよな。
そうするとね、サバイバーやりようがあるわ。スタン一発で5分で、さらに板壊すのは5分でも10分配信は終わり、おつーって感じでいいと思うわ。これちょっと、何しようどうしよう、こいつ怖っ、怖っ、こいつ、何こいつ、うわわわ、喜びの舞、なんだこれ、サバイバー振りすぎる。